七熊。山崎、お前明日から会社に来なくていいから。俺、山崎英二は突然上司から首を突きつけられた。ちょっと待ってください。どういうことですか？先日の取引先に対してのミスが上層部の会議で議題に上がってな。お前はうちの会社には必要のない人間だと判断された。あれは俺じゃないって言ったじゃないですか。俺ははめられたんです。寝言は寝て言え。それにいきなり明日から会社に来るなだなんて横暴すぎます。解雇予告は30日前にしなければいけないはずですよね。解雇予告通知ならそこにあるぞ。え、俺の机にはさっきまで置かれていなかった解雇予告通知があり、日付は1ヶ月前となっていた。こんなもの俺は受け取っていません。それに口頭でも説明を受けていません。1ヶ月前部署全員の前で言ったぞ。お前らも聞いてたよな。みんな課長が怖くて何も言えずにいる。こんな会社俺から辞めてやりますよ。俺は社員寮に住んでいたため、仕事を辞めたと同時に住む家までなくなってしまった。はあ、俺に実家はない。気軽に頼れるような友人もいない。高卒だとバカにされ、見下されながらも懸命に仕事に取り組んできたのに、その結果がこれだ。仕事も住む家も失って、これからどうすりゃいいんだよ。こんな時でも腹は減るか。これからの生活費も考えないといけないから、おにぎりとお茶だけにしとくか。ここが庶民が毎日のように利用するというコンビニエンスストアね。まさに何でも揃っていて便利な場所だわ。コンビニに来るのが初めてってどんなお嬢様だよ。麗華お嬢様、こちらのカゴをお取りくださいませ。ありがとう高岡。麗華に高岡って聞き覚えのある名前だな。高岡、ここに私の買いたかったおにぎりがあったわって。麗華ちゃん。ああ麗二様、ご無沙汰しております。まさかこんなところで麗華ちゃんに再会するとは思わなかった。俺はお金持ちの子供が通う私立七熊学園小等部に通っていた。本当だもん、うちの学園長クマなんだもん。嘘つけ、クマが学園長なわけねえだろ。麗華見たんだもん。麗華の嘘つき、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 嘘つき。嘘じゃないもん、本当だもん。おい、お前ら何やってんだ。わあ、逃げろ。かくしょうがねえな。大丈夫か？ほら、ハンカチ。本当だもん。あ、信じるよ。この日から麗華ちゃんは何かと俺に絡んでくるようになった。行ってきます。って、山崎英二様、学校までお送りいたします。え、あなたの誘拐。麗二、ほら学校行くから早く乗って。いや、俺自分で学校行けるから。いいから乗るの。うわぁ、これじゃ拉致じゃねえか。英二、一緒にランチしましょう。麗華ちゃん、なんで俺の教室来てんの？うちのシェフが作った特製弁当を持たせたのよ。こちらでございます。いや、給食あるからいいって。高岡、さあ用意してちょうだい。かしこまりました。ちょ、先生、なんとか言ってください。さあ、エイジ、食べましょう。エイジ、迎えに来てあげたわよ。ああ、俺これからサッカー部の練習あるんだよ。私、応援するわ。え？エイジー、ファイトよ。それではよろしくお願いいたします。なあ、今日って試合じゃなくてただの練習だよな。エイジー、すげえやつに懐かれたな。ああ、そうだな。ファイトよ。だが、そんな学校生活に突然終止符が打たれた。山崎、今すぐ来てくれ。え、はい。それは両親が事故に遭い亡くなったという警察からの連絡だった。その後俺は先生に付き添われて病院にいたと思うのだが、記憶が曖昧で覚えていない。両親の葬儀が終わると俺はばあちゃんに引き取られることになった。山崎は転校することになった。
今までお世話になりました。エイジ！レイカちゃん、ダメだよ。授業中に他の教室に来たら。でも。俺、転校することになったんだ。バイバイ、レイカちゃん。元気でな。私、バイバイなんて言わない！絶対また会えるって、信じてるんだから！うん。エイジ、これから旅行に行くの？え？行かないけど。で、ああ、スーツケースか。実は、仕事クビになって、会社の寮も追い出されてさ、これからどこに行こうって考えてたんだよね。え？そうなんだ。うん。ほんと、情けねえよな。じゃあ、私の家に泊まる？え？いや、そういうつもりで行ったんじゃないから、自分のことは何とかするし、大丈夫だよ。ただで泊めてあげるわけじゃないわよ。お金はあんま持ってないんだけど。体で返してもらうから大丈夫よ。え？体で？エイジ、私のお世話して。え？それって住み込みで羊的なことをするってことだよね。そう、私のお世話係として働きなさい。そしたら仕事も住む家も手に入るわよ。そういう意味か。焦った。それはそうかもしれないけど。高岡、いいでしょ？もちろんでございます。麗華お嬢様のわがままぶりにはほとほと手を焼いておりましたので、これで解放されるのかと思うと気が楽になります。ちょっと高岡。失礼いたしました。やっぱり俺ちょっと悪い予感しかしないんだが。高岡、エイジのスーツケースを持ってちょうだい。かしこまりました。さあ行くわよ。さあ乗って。いやでも。さあレイジ様お乗りください。うわあ。よし乗ったわね。あれ、デジャブが。それで俺はレイカちゃんのお世話係として何をすればいいのかな。何してもらおうかしら。まず朝はレイカお嬢様を起こしていただき、モーニングティーを入れ、朝食のお世話、大学への送迎、夕食のお世話、イブニングティーを入れてお休みします。大学への送迎って、エイジは大学に付き添わないの？エイジ様は大学生ではありませんので。それにレイカ様がご自宅にいる間、エイジ様は疲労困憊されることが予想されますので、休息の時間が必要かと。え？俺どんだけこき使われるんだよ。それならエイジも大学に入ればいいじゃない。それですとエイジ様はお世話係の他に受験勉強もすることになりますが。簡単よ、裏口入。レイカお嬢様、君島コーポレーションのご令嬢たるもの、そんなこと許されるはずないでしょう。それにエイジ様が大学に入学されても1年生になりますので、2年生であるレイカお嬢様とは講義が全て同じというわけにはいきませんよ。高岡さん、俺はもう使用人の立場ですので、様呼びはやめてください。かしこまりました。ではエイジさんとお呼びすることにしましょう。こうして俺はレイカちゃんのお世話係として住み込みで働くことになったのだった。レイカちゃんじゃなくて、レイカお嬢様、おはようございます。めちゃめちゃはずいなこれ。うわぁ、寝起きめちゃめちゃ悪いやつか。参ったな。レイカお嬢様、大学に遅刻してしまいますよ。え、今なんて。ねえ、目覚めのキスしないの？するわけないだろ。ふーん、残念。ちょ、マジでドキドキした。こちらモーニングティーとスコーンです。これどこの茶葉かしら。そこまでは。これはセブンビアーズのコウェントガーデンモーニングよ。飲んでみて。え？実際に飲んでみないとどんな紅茶かわからないでしょ。いやでもこれは麗華お嬢様が口をつけたものなので、
私のティーカップに口をつけたくないってこと？そういうわけじゃないけど。麗華お嬢様、行ってらっしゃいませ。エイジもついてきてよ。俺は大学生じゃないから行けないんですってば。エイジがいないとつまんない。わがまま言わず、しっかりお勉強してください。じゃあちゃんと迎えに来てよね。わかってます。麗華お嬢様、お迎えに上がりました。遅い、1分も待ったじゃない。1分って？すみません、道が混んでいましたので。これからは私のこと待たせないでよね。わかりました。それじゃこれから買い物に付き合って。はい。買い物の量が半端ねえ。めちゃくちゃ付き合わされた。エイジ。何ですか？たくさん歩いて疲れたわ。マッサージして。俺マッサージなんてやったことないんだけど、プロの人を呼んだ方がいいんじゃないですか？エイジは私のお世話係でしょ。私はエイジにやってほしいの。はいはい、わかりましたよ。それでは麗華お嬢様、おやすみなさいませ。え、行っちゃうの？それはもちろんですけど。私が眠るまでここにいて。わかりました。絵本でも読んだ方がいいですか？バカにしないで、子供じゃないんだから。はいはい。でも手を握ってもいいわよ。手ですか？私が眠るまで絶対に離しちゃダメよ。わかりました。こんな調子で俺は麗華お嬢様に毎日振り回されつつ、お世話係を務めたのだった。お世話係になってからだいぶ経ち、俺は麗華お嬢様が大学にいている時にはメイドさんや料理人、庭師に習って掃除や料理、庭の手入れなどをするようになっていた。今日は応接室の掃除をしようと部屋に入ろうとしたが、話し声が聞こえて立ち止まった。そろそろ麗華の結婚相手のことを考えなければな。あの声は旦那様。そうね、大学を卒業したら結婚させましょう。奥様もいる。そうか、麗華お嬢様は君島コーポレーションのご令嬢。大学を卒業したら叱るべきお相手と結婚することになっているのか。そう考えたら胸がギュッと絞られるように痛かった。彼なら麗華にふさわしいだろう。そうね、麗華を任せて安心だわ。もうすでに麗華お嬢様の結婚相手が決まっているのか。彼女が大学を卒業して結婚したら、俺はいらない存在になるんだな。もうそれ以上聞いていられず、その場から立ち去った。立っていられないほど俺は強い衝撃を受けていた。俺は知らないうちに麗華お嬢様に恋心を抱いていたのだ。お世話係がお嬢様に恋だなんて、叶うわけないのに。エイジさん、そろそろ麗華お嬢様をお迎えに行くお時間では？あ、そうでした、すみません。顔色が良くないようですが、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。本当は大丈夫なんかじゃない。麗華お嬢様と顔を合わせるのも気まずかった。それでも俺はお世話係として雇われたんだから、ちゃんとしなくちゃ。麗華お嬢様、お迎えに上がりました。普通にしようと思うのに顔を見ると辛くなり、俺は麗華お嬢様の目を見られなかった。エイジ、どうしたの？いえ、何でもありません。麗華お嬢様に心配させて最悪だ。エイジ、最近メイドたちと仲良くしてるわね。ああ、麗華お嬢様が大学に行っている間にずっと休憩するのも申し訳ないので、掃除をしたり庭の手入れや料理をお手伝いしてるんですよ。皆さんとてもいい人なので働きやすいです。面白くない。え？だってエイジは私のお世話係なのに。エイジは私のお世話だけしてればいいの。麗華お嬢様、ダメだ。麗華お嬢様が俺に気があるんじゃないかと勘違いしてしまう。麗華お嬢様には叱るべき相手がいるのに。麗華お嬢様にお話があるんですが。何？俺、お世話係を辞めさせてもらいます。え、どうして？それは、俺はお世話係という使用人の立場でありながら麗華お嬢様に恋をしてしまったからです。え、嘘。だから申し訳ありません。
そういうことですので。私もエイジが好き。霊華お嬢様、小学生の時にエイジが私を助けてくれた時から、私はエイジが好きだった。ずっと会いたいと思ってた。お世話係にしたのだって一緒にいたいからだったの。でもダメなんです。どうして？それは霊華お嬢様のご両親は、あなたが大学卒業したら君島コーポレーションのご令嬢の結婚相手としてふさわしい方と結婚させようとしていますから。何よそれ、文句言ってやるわ。ちょ、お嬢様。エイジも来て。レイカちゃん、何ですか、淑女がそんな扉の開け方をして。何ですかはこっちのセリフよ。勝手に私の結婚相手を決めるなんてひどいじゃない。レイカ、私はエイジが好きなの。エイジ以外の人となんて絶対に結婚しないんだから。レイカお嬢様、仕方ないですよ。君島コーポレーションの未来を考えてご両親は決断したんですから。辛いけどこれはレイカお嬢様のためでもあるんだ。エイジ君、君の気持ちはどうなんだね。私はレイカお嬢様を慕っています。ですからお世話係は今日限りで辞めさせてもらうつもりで、その旨をお嬢様に伝えました。そうだったのね。それではエイジ君には今日限りでお世話係は辞めていただきましょう。お母様。そしてレイカの婚約者としてこの家に住み続けてもらいたい。え、お父様。レイカちゃんにふさわしい結婚相手として考えていたのはエイジ君なんですよ。こんなわがままなうちの娘を手なずけられるのはあなたしかいませんからね。お母様ひどい。でもよかった、これでエイジとずっと一緒にいられるのね。エイジ君がお世話係として勤めている間、その働きぶりは見させてもらったよ。どうだ、ぜひ私の秘書にならんか。エイジは私のお世話係なんだからダメ。それならレイカちゃん、あなたがエイジ君を秘書にすることね。そうだ、レイカがこの君島コーポレーションを継ぎエイジ君を秘書とするなら、私の秘書にするのは諦めよう。わかったわ。私はお父様の後を継ぎ君島コーポレーションを立派に支え成長させてみせます。作戦成功だな。そうですわね。エイジ君ありがとう。君が来てくれたおかげでようやくレイカは君島コーポレーションを継ぐ気になってくれたよ。それは良かったです。これからもどうぞよろしくね。お世話係がお嬢様と恋仲なんてとんでもないと反対されると思ってたのに、俺たちは旦那様と奥様の策略にまんまと乗せられていたのだった。けどもちろん嫌なわけがない。俺はこれからもずっとわがままなレイカお嬢様と一緒にいられるのだから。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画ななくまでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。